皆さんこんにちは、金子秀樹です。坂井亮太です。金子コーチ、今日は初級者の方たちがサーブを入るようになってきたということで、もう少し勢いのあるスピードの出る回転量の多いサーブを打ちたいって言った時に、結構そのプロの選手たちも含めジャンプインをやりたいだけど、どういうふうに意識してやったらいいのかななんていう方が結構いらっしゃると思うので、まあやり方こうやるとダメなんていうふうなところちょっと説明していければなと思うんですけれども、そのジャンプインという動作ですね、やはりサーブの次のステップに行くにはすごい重要な動作とだと思うので、ぜひですね、次のステップに行きたい方、このジャンプインをですね、加えていただいて、さらにですねパワー、スピード、そして回転を加えられるように今日はお伝えしていきたいと思います。はい、はい、では坂井コーチ、逆になぜジャンプインを入れられないんだろう。まあ、やり方がわからない、やりたいんだけど、例えばその場所でボールを上げてしまってるので、ただのまあジャンプになってしまって、降りるのが、まあ、落ちるのがその線の打った場所で落ちてしまうっていうふうなこともありますね、ということはこの流れの動作がないってことだね。まず一つ目、正しい体重移動できるように後ろから前に上げて体重移動していくと。で、揃える方は後ろから前に来て、このようにして体重移動を使っていくと。最初のスタートっていうのはもう右足スタート、左足に体重移動していって、まあ、地面を蹴っていく、まずこれが最初のステップですかね。そうだね、次の気をつけるポイントとしては、トスの位置を気をつける。体重移動してても後ろに上がってはジャンプアウトになっちゃうのかな、せっかく体重移動ができているのでトスを前に上げるということですね。まあ、前にっていうのは大体グリップエンドから30センチぐらいまでですね、前に上げられるように、まあ、ベースラインの上だともうジャンプインするのは少し難しくなってしまう、そもそもトスを前に上げたいって言った時に、体重右から左足に乗っていく中でトスを上げてしまえばいいですかね、トス自体も前にするために不自然な動きにはならないね。右足から左足に移動していく間にトスを前に上げていくということですね、あとはトスの高さとかもどうでしょうか。やはり高いと一回ここで待ってっていう風になってしまうので、まあ、ジャンプインを阻害してしまう要素になってしまう。で、言われているインパクトよりも若干高いぐらいのトスかな、これぐらいかな、落ちた時に打てるようなトスぐらいの高さ、このジャンプインするには理想です。あと気をつける点としては、ジャンプをあまりしようとしすぎない、もう体重移動でもう前に行ってこの線を超えるぐらいのイメージでいいです、まあ、線超えるのにあまりこうやってついては超えないと思うので、まあ、少なからず足は浮いて超えると思います。ジャンプを目的にならないように、体重移動から地面の力をボールに伝えていく、という意識がすごい重要だと思います。逆にジャンプをしよう、ジャンプをしよう、これだとタイミング合わせるのもすごい難しくなってしまうので、ここは注意が必要です。動いてはない。はい、以上になります。今日はですね、サーブのラインを超えることについて取り組みました。ジャンプインということで、そもそもジャンプというイメージよりも、今日はあの体重移動がすごく大切で、その体重移動するためには、後ろから前の体重移動をサーブに加えていくためには、トスの位置、トスの高さ、
っていうのが重要になってくる。それがジャンプインにつながるっていうのが分かりました、うん、でジャンプ意識しすぎるとインにも行きづらくなるので、やはり体重移動を優先にして、はい、でそれを優先することによって自然ともインになってくる、はい、うん、そういう考え方でいいんじゃないかな。そうですね、はい、体重移動ありきのジャンプインということで、うん、で今もう先に言った体重移動するためにはどうしたらいいのっていうのを考えていただいて、トスを気をつける、はい、高さを気をつける、まあ他にも後ろからのスタートのこの勢いのつけ方とかを加えていただければ、まあ、自然とこのジャンプインはできるんじゃないかと思います。なるほど、はい、ではもしこの動画が参考になれば高評価、チャンネル登録、そして SNS のシェア、コメントもお待ちしております。では皆さんまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。